韓国版のマッハドライバーでレッツ変身。はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、韓国版仮面ライダードライブ変身ベルトデラックスマッハドライバー炎です。はい、ドライブドライバーに続いてこちらも韓国版いきましょう。ていうかパッケージにマッハだけじゃなくてチェイサーもいて、これは日本版とは大きく違いますね。パッケージを比較するとこうで、発売が1年遅れてますから、もうチェイサーが使うのも知ってるでしょみたいな、そういう点なのかな。ただ内容物としてはシグナルチェイサーは入ってなくて、マッハ用の変身シグナルバイクのみなんですよね。このあたりのベルの形状も含めてすごいシンプルな見た目になってますよね。はい、チェイサーがいて反対側にマッハね。そして遊び方は変わりませんよなんだけど、マッハの変身加速技必殺とシグナル交換ですもんね。じゃあ今回はこれプラス日本版と音声比較しながら様々なシグナルバイク連動もいきましょう。基本は日本版の内容物と変わんないと思いますが、あとはシステムボイスがどういう変化があるかな。はい、中身はこうなってて、マッハドライバー本体とサイドベルトが2つ、ベルト止めとシグナルバイクの変身用のシグナルマッハ。ただこっちはこっちですごいのがさ、ドライブドライバーはシートベルトがサイドベルトになっておりましたが、マッハドライバーはタイヤの、バイクのタイヤのパターンがサイドベルト造形になってて、これも専用でめちゃくちゃお金かかってますよね。一応比較すると上が日本版、下が韓国版ですが、全く同じ、何も変わらず。もちろんピン配列なんかも共通。マッハドライバーに関しても韓国版日本版で、メタリックブルーとかメッキの輝き具合なんかも完全一緒。早速起動音とか比較してみようか。日本版、マッハドライバー。韓国版、マッハドライバー。あー結構違う。これはマッハドライバー、マッハドライバー。ドライブドライバーよりしっかり海外アイテム感あるね。効果音とかは、あ、やっぱ一緒か。 BGM とか交換は一緒。ベルトの作りは変わりませんので、サイドベルトをガチッとはめてあげて、ベルト止めをはめれば OK。 マッハドライバー炎のこの左右非対称デザインほんとかっこいいよな。光り方具合なんかも変わらず。ではまずは仮面ライダーマッハ変身いきましょう。レッツ変身。BGM 周りは全く同じだけど、システムボイス全然違う。ちょい寄せながらも独自路線ですね。ちょっともう一回聞こう。シグナルバイク。でもテンションの高さとかはすごいちょうどいい。加速押しまくるとずーっとマッハなんだけど、おー、ここも違う。ジューマッハ。必殺は必殺って言ったね。とかは全く同じですが、これくらい独自路線の音声の方が海外製品っぽくて好き。改めて日本版、シグナルバイク、ライダー、マッハ。あ、もうおなじみ感。マッハ。
とおつかあれね。おつかあれ、これがどうなる。すごっ。これが韓国語でお疲れってことかな。パワーアップのデッドヒートマッハも行きましょう。これすごい形ですよね。中にバイクが入ると。そして大気音が歴代変身ベルトの中でもマジで神。シグナルバイクシフトカー、いいね。シグナルバイクシフトカーもしっかりなって、この大気音よ。加速。バーステッドデッドヘイト。ここはバースト急にデッドヒートだったよね。必殺。必殺。バーステッドポイスアタイム。デッドヘイト。いや、マッハドライバーはデッドヒートが一番結局サウンドがいいかな。マジで大気音神だわ。じゃあ次は仮面ライダーチェイサー行きましょう。シグナルバイク。ライダー、チェイサー。ジューチェイサー。ずーっとチェイサーがジューチェイサー。必殺。必殺。ポイスアタイム。チェイサフルスロットの部分も意外とネイティブじゃないね。シグナル交換行く前に V シネのシフトライドクロッサー行きましょう。シグナルバイクシフトカー。あ、いいね。シグナルバイクシフトカー。ライダはい、これは、ベルト側からじゃなくて、シグナルバイク側からマッハ、チェイサーがなるので、日本版の挙動というかサウンドと同じになりますね。三段に。あ、でもちょっと違う？なんか、三段に。三段に。必殺は？音声は国内版と同じになっちゃいますが、しっかりと連動しますね。じゃあシグナル交換も行きましょう。通常はシグナルバイク、シグナルバイクからのシグナル交換。マカール。ここのシグナル交換がどうなるかな。まずはマガール。おー、グリーン発光で、今のが韓国語でマガールってことかな。加速技は急にマガーレだったけど、おー、ちゃんと変わってる。セリフが必殺。
次は、止まれ。シグナルバイク。シグナル共犯。モンチャーラ。止まれは、今すぐ止まれだったね。あ、こういう言い方なんだ。必殺。必殺。ポイスタイム。モンチャーラ。次は、拡散。拡散、拡散がどうなるかな？マリ、拡散。あ、でもちゃんと拡散って言ってるよね。ピッサイ。ポイスタイム。拡散。じゃあ、シグナルバイク系最後は、危険。シグナルバイク。シグナル共犯。ウィオマだ。危険なサウンド。とても危険が。メオ、ウィオマだ。必殺。なのでやっぱドライブドライバーと違って、韓国語がバンバン流れて、ザ海外アイテムって感じですね。一応シフトカーとかもちょっとやっとこうかな。もうエールは、シフトカー。あ、シフトカー。これが燃えるってことか。タイヤ交換って言いましたね。で、急に燃えるが。なるほどね。バイラルコアも言っとくか。チェイサームーチっていう連動なんだけど、要は、ムチ、ムチ、爪、弓矢なんだけど、どうなるそれが。バイラルコア。あ、バイラルコア。チェイサーパイ。さすがに弓矢は言ってくんないか。でもシルバーのバイラルコアはちゃんとチェイサー認識してくれますね。チェイサー2名なんだけど。バイラルコア。キュン。チェイサーカキ。チェイサーカキ。マリチェイサーカキ。あとはコブラがチェイサームーチだったのが、ハイドルコア。
あ、ここも変わってるな。マリチェイサーチェッジ。ピッシャー。ポイントタイム。チェイサーチェッジ。最後に新兄さんぐらいのシフトカーをはめとくか。シフトカー太陽球判バルダタイヤ交換扱いですね。メオバルダ。もうこうなると何言ってるか全然わかんないな。はい、ということで韓国版のデラックスマッハドライバー炎を紹介しました。ドライブドライバーに関してはかなりシステムボイス自体もクリス・ペプラーさんというかベルトさんにすごい寄せてて日本のサウンドベースって感じでしたが、マッハドライバーに関しては基本的にセリフ周りが韓国語ベースで、個人的にはこれくらいの変更の方が海外アイテムっぽくっていいっすね。日本版のハイテンションボイスに寄せててこの辺もしっかりリスペクトされてて良かったと思います。以上、韓国版仮面ライダードライブ変身ベルトデラックスマッハドライバー炎の紹介でした。